皆さんおはようございます。皇室の話題どうぞよろしくお願いいたします。今回取り上げるニュースはこちらです。記事の一部を引用してお伝えします。秋篠宮家の長女眞子さんと10月26日に結婚した小室圭さんが金銭トラブルを解決した。小室さんは11月12日夜、母佳代さんの元婚約者の男性と面会、解決金を受け取ることで金銭トラブルの解決に合意し、最終的に解決したことを相互に確認したという。1、小室圭さん400万円の借金が増えて破産寸前、小室佳代さん狂った金銭感覚のつけ。小室圭さん400万円の借金が増えて破産寸前。小室圭さんが解決金の約400万円を支払うことを公表しました。しかし小室圭さんは無職で、小室佳代さんも洋菓子店でパートで月収12万円。小室佳代さんの収入だけで一体どのように400万円を工面できるのか不思議で仕方ありません。このまま小室圭さんが解決金400万円を支出する場合、借金が増えて破産寸前です。一部報道では自己破産するのではと言われています。小室圭さんが海外留学する前は家族3人で暮らし、どうにか生活できていました。亡くなった夫の遺族年金約9万円と小室佳代さんの父親の年金、パラリーガルだった小室圭さんの給料は推定年収400から500万円と言われ、眞子さまとの婚約報道後の2017年9月には節約生活のために月たった2万円の二人ご飯を購入したことも話題になりました。ところが2017年12月に小室家の金銭問題が報じられました。その後小室佳代さんはトラブルを説明するために秋篠宮邸に行き、あろうことか金銭問題を解決するためには皇室からのサポートが必要と泣きながら典子様に訴えました。小室佳代さんは金銭騒動を収めるために皇室でお金をサポートしてもらえないでしょうかと提案していました。話し方は丁寧ですが、とても皇室の方にお願いする内容ではありません。小室佳代さんは問題が大きくなる前にと脅すような言いぶりで、典子様は怒りで震えていました。宮内庁関係者、当然典子様にお金のサポートはできないと断られましたが、懲りないのが小室佳代さんです。小室佳代さんが両陛下に直談判、小室家文書が公表されて以来、佳代さんは体調の優れない日が多いとのこと。たまに仕事を休むこともあり、このままで退職になり失業するのでは心配しています。月12万円の収入が減っては解決金400万円を支払うことは到底無理があります。にわかには信じられませんが、佳代さんは両陛下に直談判に出かけました。佳代さんは秋篠宮家の職員ではなく両陛下にお仕えする職員に連絡を取ったそうです。秋篠宮ご夫妻では分かってもらえないので両陛下にお伝えしたいと涙を流しながら訴えていました。長時間続く佳代さんの話に宮内庁職員は困り果てていましたが、結局は両陛下に直談判は通りませんでした。別の宮内庁関係者、小室圭さんが眞子さまと結婚すれば自分も皇室関係者になれると思っていたのに、予想外のトラブル、金銭トラブルで破談へ向かっているとの報道もあり、錯乱状態で両陛下の元に出向いたのでしょう。しかし宮内庁職員には門前払いされ、両陛下への直談判は失敗に終わりました。小室佳代さんの狂った金銭感覚、小室佳代さんはシングルマザーであるにもかかわらず金遣いの荒い女性、過去にはピンクダイヤの指輪を身につけていること、そしてバーキンのバッグをいくつも所有していることが話題になりました。また報道関係者からのインタビューを避けるため都内の洋菓子店へはタクシーで通勤していたことも有名です。パートだと交通費全額は出ないので、稼いだパート代も赤字になってしまいます。小室佳代さんの狂った金銭感覚は小室圭さんも受け継いでいます。
この時小室圭さんが身につけていた腕時計はカルティエのパシャ GMT プラチナ N950。中古でも40万円の値がつく高級腕時計です。小室圭さんが大学進学の奨学金をバイトで全額返金したという美談がありますが、高級腕時計は眞子さまからのプレゼントでしょうか。圭殿下になれば年収1525万円。皇室ジャーナリストの山下真嗣氏によると、小室圭さんが眞子さまと結婚すると、圭殿下、圭様と呼ぶことになるとのこと。皇族費として、年収1525万円が支給されるというのです。小室圭文書では、借金として認めないと自らのプライドを主張していました。しかし、世間の流れを見て手のひら返しで、相応の解決金を支払うとのこと。借金まみれの小室家にさらに400万円の借金が増えて破産寸前ですが、眞子さまの結婚一時期を手に入れるまでの辛抱だと思って母子で励まし合っていると聞いています。眞子さま顔面蒼白。こうした噂に関して最も精神的なショックを受けられているのは眞子さまだという。小室佳代さんの弟が反社団体の幹部であるという噂が浮上して以降、秋篠宮家では毎晩のように家族会議が開かれているというが、その中で眞子さまは衝撃的な発言をされたという。ある秋篠宮家関係者は次のように語る。ある日の家族会議にて、眞子さまはほとんど血の気の引いたようなご様子で、圭君が山口組の系列団体から借金をしているというのは本当なのでしょうかとおっしゃられました。典子さまはまさかそんなといったご様子で大変驚いた表情を見せられたのですが、眞子さまは続けて、圭君の借金の保証人は私ですとも口にされました。おそらくは通常の金融機関からの借金であると考えられていたのでしょう。眞子さまはこれまで毎年支払われる皇族費にほとんど手をつけないまま貯金されており、1億円以上の蓄えをされていました。そのため、もし小室圭さんが借金を返済できなくても、肩代わりしてあげればいいとお考えになられたのでしょう。ですが、闇金から借金をしていたとするなら話は別ですからね。小室圭さんはこれまで全く返済をせず、返済額は雪だるま式に増えていますから。もともとの1500万円ほどの借金が現在、どれほどの金額になっているかは想像もつきません。この記事皆さんはどう思われましたか？ではこのニュースを見た人々の反応を見ていきましょう。小室文書が世間に受け入れられなかった時、家事ライブを通してあの文書は眞子さんとの共著だと発表。眞子さまと小室さんは眞子さまのお名前を出すことによってある程度の火消しが可能だと考えられていたとのこと。内親王という立場で自分の丈夫の借金問題に参入し、皇室意向を振りかざし一国民を追い詰めるのか、白い簡単譜と世間は受け入れるどころか呆れ嫌悪感を持ちました。それでも誰も咎める人はなし。山口組からの借金にも私が保証人ですと言えば皇室意向で何とかなると考えているのでしょうか。白い疑問符。文人さんも若い頃銀座屋台で浮き名を流し、大麻事件では側衛官が代理で出頭したとか、ラブホで火事があった時逃げ出した客の中にパンツ一丁の文人さんがいたとか、タイで数え上げれば数知れず隠蔽してくれる方がいて今の姿。そういう環境にいたら眞子さんも反社なんて普通なんでしょうね。圭や第三の弟については調査中。白い疑問符。はっきり言明できません。でも圭や第三が NY で破談交渉した時、同行した男性は3人目の反社愛人簡単不疑問符。3億円では破談金には応じられない、15億円は必要だと主張し、結局700万円ファーストクラス旅行を楽しんだだけとのこと。これだけでも普通片木の人ではないと思います。本日も最後まで動画を見ていただきありがとうございました。また皆さんに感じたこと意見などをコメントして言っていただけたら嬉しいです。もしよろしければ
評価などもお願いします。では、次回の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。